こんにちは。今回はですね、ブログをいただきましてね、そのブログについていろいろとお話していこうかと思います。このブログは速稼塾の塾生さんで、ちょっと蓄音症といいますかね、ちょっと喋りが、ちょっといろいろ詰まってしまうというお悩みをお持ちの方の前向きなブログではあるんですよ。で、このブログ見てちょっと評価してくれってことなんで、これ書いてる内容はね、全然いろんな書き方がありますんで、私がね、こうやれば確実にアクセスが来るよとか、こうやれば確実に人気が出るよっていうものではないんですよ。どんな人が見て、誰がどう判断するのか、それは私以外の人、様々な方がね、見てくださるでしょうから、それについて、最初から正解はわからないんですよね。で、書いていくうちに、これね、不思議なことなんですけども、書いていくうちにね、その読者さんが行く道を指し示してくれるんですよ。だから素直に読者さんの示す道を歩いていけばいいですし、不思議なことに書いていくとね、文章が自分を操ってくれます。で、そうなる領域までは継続しなければなりません。もう自分がね、書いている立場から、なんかその、自分じゃないものが自分を、こう、操って書かしてるような状態ですね。これね、漫画を書いてるとね、漫画や小説を書いてるとよくわかるんですけども、登場人物が、例えばね、登場人物、なんていうのかな、ドラゴンボールの悟空でいいや。じゃあ、ドラゴンボールの悟空が登場人物として出てきますよね。でも、悟空がこんなことしないよね。もしくは、悟空はこういう時ならこういうことするよねっていうふうに、もうね、自分の作者の意図ではなくって、登場人物が何をするべき、何をしないべきみたいなことをね、書いてくれるんで、で、登場人物の相対関係によって、その続きっていうのが自動的に出てくるんですよね。そういう意味で言うと、作者って乗り物なんですよ。で、運転するのは創作物であるはずの登場人物であったり、ストーリーの流れであったり、オチであったりするそうなんですよね。さあ、わかりますかね、これって。ずーっとね、筆が乗ってくると、本当に不思議な、荒木博彦さん、ジョジョの奇妙な冒険の、荒木博彦さんが言うには、登場人物の引力によって自分はストーリーをずーっと書かされているっていうふうな表現をね、何度かしたことがあるんですけども、まさにそういう状態ですよね。読者の期待しているストーリーの進め方、もしくは読者が期待しているストーリーの裏切り方、これを続けていくから読者の共感を呼び、ある時は読者がハッとしてね、目を離せないようなコンテンツに仕上がるということらしいんですよ。ちょっとね、レベルの高い話をしちゃったんですけども、ご覧いただいたブログ、ね、今、こうやって皆様に私のブログじゃないんですけど、その方のブログをちょっとね、URL を下に貼っときますけども、ご覧いただいた方はお分かりになると思いますけども、これね、作者の言いたいことをずっと書いてある。まさにブログってのはそういうものをするところなんで、間違いではないんですけども、ただね、視聴者さんの悩みにフックするっていうんですか、引っかかってくるものはちょっとないんですよ。だからそこですよね。はい、じゃあまとめましょうか。常に表現っていうのは、自分はこう思います。自分はこういう人間なんです。っていうこと、自分が先行しがちなんですけども、読まれる文章っていうのは、ちょっと逆でですね、こういう法則があります。You, we, I っていう順番なんですよ。ね。You, we, I って何かっていうと、まずはね、読まれる文章っていうのは、あなた方のことを書いているってことなんですよ。ね。じゃあ読者が来た時に、あ、これ自分のこと書かれてるなっていうふうに感じるのか、読者が来た時に、あ、これ作者のことが書いてあるな。全く捉え方が変わってきます。で、黄金の法則としては、自分のことが書いてあるブログ、エントリーに人は繰り返し来るわけなんですよ。つまり、あなたのことを書いてますよ。あなたはこんな悩み持ってるんじゃないですか。あなたはこういう状態なんじゃないですかっていうところに、人は、そうなんですよ。ちょっと分かってくれそうだな。この人好きだなっていうふうに、一歩歩み寄ってくれて、ブックマークしてくれたり、チャンネル登録をしてくれるっていう動きがあるんですよね。ね。人と人が出会った時のご挨拶でも、こんにちはって。最近どうしてる？仕事元気？奥さん元気ですか？順調ですか？みたいに、自分のことを聞かれた方が親近感なんですよね。でも、おはよう。いや、この前さ、こんな方から会ってさ、聞いてくれる？みたいなね。それはね、仲良くなってからの話だと思うんですよ。だから出会った時に A さんと出会った時に A さんが自分のことばっかり話してくる。それは仲良くなってから。でもほぼ初対面の場合は A さんは自分のことをどんどん喋ったりはしないんですよね。そうではないということでございます。で、有意やの原則ね、もう一回まとめましょうか。まずは、あなたのことを書いてますよ。そして、共通のことを言ってますよ。あなたのことに対して、私もそう思ってますと。共感すること。で、最後に、いや、それでね、私の考え方なんですけども、こうなんですよ。っていうふうにお話していくっていう順番が、まあ、望ましいかなと。今からそういうふうに書いてみてもいいんじゃないですかね。はい、例えばね、今回は蓄音症ということですけども、蓄音症で悩んでいる方は全国に何人いますと。そのうちの何割がその蓄音症を克服して、もしくは克服しないままね、良好な周りの人との関係を築いてますよとか。蓄音症の方の動画っていうのはここにありますけども、周りにこんな方いませんかとかね。確かに聞き取りにくいけども、一つの個性として捉えることをできると思いますとかね。あと人前で話すのがあなたは得意ですか？いや、苦手ですっていう方の中には、喋りがどうしてもね、詰まってしまう。つまり、蓄音症だからっていうのもあるかもしれないですよね。私もその気持ちわかります。なぜなら私もそうだからです。っていうふうなね。だから私はブログにしました。っていうような書き方で、ブログをなんで書いてるかっていう理由に誘導していくっていう方法もあります。今のは結構良かったんじゃないですか。はい。ということでね、このブログの評価をするならば、たった一つ、UEI という順番で書いてみてはいかがでしょうかっていうことになります。あ、そうだな。それからね、もう一つなんですけども、文章だけで画像がないんですよね。画像がない。これ、いっぱい書いてくださってはいるんですけども、太字とかね、赤字とかで、いろいろとメリハリつけてるの、これは素晴らしいことだと思います。ただ、画像をね、なんかね、1枚2枚入れておくといいですね。なんか、こう、どういう画像がいいかは、ちょっと今回は言及しませんけども、画像を入れて、もしくは動画を差し込んで、このブログを作るってことも考えていただければいいんじゃないでしょうか。ということでございます。じゃあ次のエントリーも楽しみにしてます。いってらっしゃい。